あの井上さんが本当にまさか私どものねあのご解消で荒木会というね会に入ってくださってる方だとは知らずに本当にありがとうございますですごく今日ね心配してくださっている通りにですねあの、まあ、大変です経営はえっ、ー、とまあ皆さん命あってのね本当 以後を楽しむということなので、まあ、うちは今2月からお客様が減り始めて、3月はもう、そうですね、8割減ぐらいだったかな。うん、で、4、5は休業しまして、で、6月1日から始めましたが、今戻ってきてくださっているお客様は1割程度ですね。で、えっ、ー、と、7月、8月、 9月もそうですね、あまり、まあ、少し増えるかなっていうぐらいなんですよね。で、あの本当に私は実はあの3月、4月の時にすごく悩んだんですけれども、こう家賃だけは発生していくのであの、本当に払えるお金がなかったんですよね。でその時にににお客様に私本当になんかこう もう、切羽詰まって、3 0五ずつ、住所とお名前の分かる方に、休業のお知らせと、あと、寄付を一口5000円でお願いしますっていう、こう、ちょっと厚かましいね、手紙をね、バーンと送っちゃったんですよ、皆さんに。あの、そうしたら、皆さん、本当に、2週間ぐらいの間に、すごい、もう、振り込んだからね、とか言ってご連絡くれたり、あの、 はがきをくださったりして、で、実は本当にそれで2ヶ月間、その休んでる2ヶ月間の家賃を支払うことができたんです。で私、その時にやっぱり考えたのが、なんとか、なんとか本当に、この転元というか、この囲碁を通して人がコミュニケーションを取るとか、仲良くなるとか、まあ、悩みを話すとか、そういう場所をやっぱり続けて、 行くと決めたんですね。まあ、前からずっとやっていくとは決めてましたけれども、まあ、ただ、現実問題っていうのは、やっぱりお客さんがいらっしゃらない、イコール収入がない。でも、家賃とかね、そう,う固定費は発生する。で、まあ、そこで悩んだあげく、やっぱり、どんな形でも、どんな場所でも、まあ、 そういう場所を継続してやっぱり移転も考えなければいけないなっていうことにまあ今の現状はなってます、はい、質問いいですかはい。えっとああ井上です 1>、はい、月1回荒木会のメンバーとしてお宅に伺っててありがとうございますあのいいご会場だと思ってたんですけどありがとうございます9月頃開催しようという意見があるんですけどその頃はあそこにありますかね 頑張りたいと思ってます <laughs> もし頑張れなかったらどうされるんですか頑張れなかったらまた皆さんに相談します <laughs> うん、頑張れなくっても継続は考えてますねただここではちょっとどうなんでしょうね難しいですねな,なぜそんなに以後にこだわるんですか ねえ、なんででしょうね。囲碁は私、囲碁打てないじゃないですか。ですかとか言って、囲碁打てないんですけど、囲碁は人と人が同じ目線で向き合えて仲良くなったり、本当に同じ時間を過ごしたりこうできる、本当にとてもいいものだっていうことを思って、 っているんですねですから私はどっちかというとその囲碁が強くなってとか囲碁ができるようになってっていうよりも皆さんがそうやって囲碁を通していい時間を過ごしたりお互い人生が豊かになるための環境づくりをすることが私は楽しいんですねだからなんか囲碁にこだわって同じ目線であとこう電源入れたりしなくていいじゃないですか。 コンセント入れたり、電池入れたりしなくて、<laughs> とってもいいなと思ってます。<laughs> ね。あの、私はもう囲碁吉の人間ですから、囲碁をそんなに打たない原さんが。そんなに囲碁のことを思ってくださるのは、大変嬉しいです。<laughs> そうですか。頑張ってください。<laughs> ありがとうございます。<laughs> しす嬉しいです。清浄さん、どうですか。本当に、あの、原明子さん、素晴らしい。 考え方であの、うん、本当に頭が下が下りますいやいやで,でも本当に大変ですよ家賃払って、うん、誤解書というのはあのこれからまずもう不可能そんな後ろ向きのことを言ったらいけないんですけど私なんかは定年後の年金生活だから自宅で自分がよその誤解書行ってお金払うよりも 他の来てくれたお客さんと楽しんで、それであのいくらかでも入ればということで、やってるんで、そういう形でないと、これから家賃払ってのご会社はもう本当にあのご苦労様まだと思います。それからね、な,なぜね、囲碁をやるかというと。 あのーまあ、人間として生まれてき,てきたからには頭を使うと他の動物と違って人間は考えることが最大の特質でしょう。であの囲碁っていうのは考える、えー、と、えーあのーまあ、少しずつでも習熟していけるしだから囲碁を知らないで生涯終わってしまう人間は。 不幸,な不幸な生まれだなと、囲碁を知ってよかった。というのはね、うちのご会社所、高齢化してるから、私2人、3人、4人の人がその、そ、う、がん癌や何かで高齢化でし亡くなった、えー、常連の人のところに、あのお,えー、お参りに行,く行った時に、必ず言われるんですよ、奥様がね、必ず言われるんですよ。 うちの主人はあの亡くなるまで碁が打てて幸せだったと囲碁を知ってたからあのいい人生だったというふうに皆奥様方言わ,れ言われるんですよ。そういうことであのぜひ囲碁を普及してもらいたいと。はい、それから私の碁会所の,あの、えー、スクリーンだとか。 そのいろんな対策ですね本当はあの原さんの、えー、天元なんかはたくさんの人数で不特定多数だから本当に大変だろうアルコールでね私実はね私のところはもう67人の常連客同じようなメンバーだから本当は必要ないんですよところがねなんでねマスクしてでアルコールであって窓開けっぱなしでとかやってるかっていうとね それぞれ苦した男性ばかりだけど、奥さんに対するあの PR なんですよ、つまり、えー、この自粛しなさいと、コロナが怖いから、5会所行くのをやめなさいって言って、足止めを食らう人に対して、ああの5会所はこんな対策、完全だから心配いらないというような安心感をもたらす。 うために、えー、あの安全だったら分かっていながら PR のためにやってるそういう意味があります。ちょっと話しなくなってすいません。ありがとうございます。いろいろね、同じ同業って言ったらあれですけれども、<や>清張さんにもいろいろ教えてもただきとは言えないですよ。<laughs> 自分の家にもうほ本当の細々とやってるから、誤解しとは名ばかりで、はいね。ありがとうございます。あの私いろんな 本当に根本はさっき言った通りなんですけどいろんな方が関わってくださった方が誤解書これからのなんていうんですかね囲碁を通した人との人のつながりとかあの世代間の違いとかそれこそ国籍が違ったりそういう方同士があがいろんなことを生み出していくと思うんですよね。 でまたコロナで世の中が変わったって言いますけどそうじゃなくて実は大切なものをもうちょっと見ようねとかあと問題になっていることも浮き彫りになったりすると思うので私、御殆所ってすごい囲碁サロンってすごい皆さんあの素晴らしいいろんな立場の人が来ているのですごい場所だと思うんですよねだからもうぜひあの本当に井上さんや清張さんにも。 これからも助けていただいて、アドバイスをいただいて。皆、ね、さんのいいお話を聞かせていただいて、頭が下がります。お手本しいです。なと思ありがとうございます。もうぜひ、ただ続けてどこかね、またやっていける。実はあんまりいい、ねうん、固定費が高くなくて、オンライン事業もしっかりやりながら、人が、 実際に集まる場所っていうことで続けていきたいと思いますので皆さんご協力とご支援のほどよろしくお願いいたします頑張ってくださいありがとうございます皆さん遅くまで今日はお付き合いいただきましたありがとうございますぜひ皆さん一緒にリアルに会って楽しい会をしたいとお酒飲まれるかわかりませんけれども飲み会を <laughs> したいと思います,、はいすね、はい、ありがとうございました ありがとうございました。たあの。はい。